非常に接近してましたね。そうですね、次のペアも有力ペアです。ポーランドのペア、ドロタ・ザゴルスカ、マリウス・シュデクです。このペアはですね、リフトがとても素晴らしいんですよね、はい、そうすると同時に非常にダイナミックなペアなんですけどね、問題はソロジャンプなんですよね。ソロジャンプに時々ミスが出る、特に女性の方のザゴルスカがですね、ジャンプミスが出たりする時があるんですね、そこら辺がポイントになるんじゃないですかね。99年の世界選手権では第3位、銅メダルを獲得したペアです。明るい楽しいプログラムを組みました。オリンピックがアメリカということを意識して、やっぱり音楽もですね、このセントルイスブルースマーチだとか、そういうような組み合わせでですね考えたと思いますね。やっぱりやってしまいましたね。そうですね、ツイストリフト、これは男性の方の出が両足の部分が長かったですね。だからあれは減点の対象になりますね。キャッチして速やかに片足でならなきゃいけないんですよね。ちょっと2人の動きがもう一つですね。そうですね、スロージャンプ、トリプルサルコ、これはいいです。サイドからのアスリート、変化したいなっていうんですね。本来の力は出せなかったですね、はい、もっともっとダイナミックでですね、スピーディーな演技をするペアなんですけれどね、ジャンプのミスもありましたけども、なんとなくやっぱり精彩がない、オリンピックの話先ほどしましたけれども、そういうことも意識してプログラムをですね、敵地でもうこう繋いでってですね、最後スイングスイングスイングって盛り上げて本当は行くところが、やっぱりそういう感じがなかったですよね。そうですね、ですから全体のユニゾンももう一つ、でもともとどっちかっていうとテクニカルなペアなんですよね、だからそれがやっぱりこれがトーループですね。最初やっぱり飛ぶタイミングも違ってましたし、もう完全にもうこれはもうステップアウトっていうよりももう転倒に近いような感じになりましたけどね、もう減点されますし、このスロージャンプはとても良かったですよね。初めにジャンプのことを申し上げましたけどね、ジャンプが問題みたいな、でもやっぱりそういう結果が出てしまいましたね、もうこれも変化させて、それで最後にスイングしてランディングしてる。だからやっぱこういうとこは工夫があっていいんですけどね。
まあ、このショートプログラムでのやっぱり減点というのは大きいですよね。そうですよね。まあ、持っている力の 70% ぐらいの出来でしょうね。そうですね。どうしてもこれ減点が出ますから、やっぱりセカンドマークも上がるペアでないだけにですね、ちょっと辛いですね、うん、そうですね。ファーストマークエレメンツの得点4点台になります。 4.8 と 4.9、 他は5点台でした。上 5.6 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。セカンドマーク 5.8 を出した人がいますね。そうですね。これはちょっと驚きですね。下が 5.3 に 5.8 までです、全体から言うとですね、減点が0.2は最低あるわけですね、ただステッピングアウトだと 0.2 ですけど、それはもうあれ